今岩手県の八幡平市からです。ズームインジョブ、今日のゲストはイタリアンシェフの三井義明さんです。1番目の質問は、イタリアンシェフの仕事はどんな仕事ですか？イタリアンシェフは、イタリアの、食材や日本の食材の、すごい美味しいものをあまり手をかけずに素直に美味しく作れる料理だと思っています。これから、今の仕事どういう風に活動をしていきたいと思っていますか？自分の作った料理やソースだったり加工品、ソーセージやテリーヌだったりを、自分のブランド化して、ネット販売とかをしていけたらなとは思っています。子供たちに一言。大きくなって、まあ、仕事を悩むと思うんですけど、自分の好きな仕事をしてください。はい、ありがとうございます。